というわけでですね、まあ家帰ってくると初回の大会時に関して、お父さんが興奮しましたと。鬼コンボで興奮してるんですよ。鬼コンボを見てお父さん、うおーってなったんかな。嬉しくてね。いや、大会初優勝を見ると、お父さんとお母さん、どういう気持ちで私の鬼コンボを見ていたんでしょうね。大会の応援行って鬼コンボ出てきたからね。お父さんとお父さん、何思っとったの？なんだそれみたいな。お父さんたちびっくりしとったやろうな。ちょっと逆らっただけでさ、もう頭ペチーンってされそうなんだけど。というわけでですね、まあ魔物使い大会をクリアしたのはええんですけど、ちょっとここからがね、もう言ってた希望になります。まあ鬼コンボを使えないにしても、モンスターがね合体元の3体固定、さらにね SP カードが必ず鬼コンボということになるんで、主人公入りの方が明らか厳しいです。これそんな中、今からね主人公入りの大会をやろうと思うんでね、ちょっと地獄だと思ってます。まあ、やってみないと分かんないからね。というわけでね、フレッシュマン大会を2つ制覇するとね、先に進めるんですけど、まあ、他の職業のレベルも上げないといけないし、すべての大会をね、クリアしておかないと、いろいろとちょっと困ることがあるんで、一応難易度的に言うと、難易度ですよ。一番簡単なのは、戦士かなと思うんですよ。その全体的に、この縛りを設けない状態で、進めたとしたら一番簡単なのは戦士です。で、一番難しいのはですね、武闘家ですね。時点に総理が来ます。時点の総理もかなり難しいです。というわけでね、今回はね、最強武闘家決定戦をやっていこうと思います。さあ、この演出をね、2回目見ましたけども、これ自体はいつ見ても、これはかっこいい。これはいつ見てもなんか燃えるわ。はい。というわけでね、武闘家大会やってきました。オーシャンクローと炎の戦士、アルゴリザードのメダルハンター。もう武闘家の、まあ、名門中の名門みたいなモンスター出てきましたよ。うん。俺何も使わないけど。というわけでですね、ここからが本番と言っても過言ではないです。むしろ鬼コンボを使える。鬼コンボの方が楽だった説まであるからね。はい。というわけで今回から武闘家の大会をやっていこうと思います。負けるかもしれんな。ついに最強の武闘家を決める時が来たと。最強の武闘家を決める時が来ましたからね。はい。武闘家といえば、もうね、初見殺しで鬼コンボをね、星の彼方に葬り去った龍太くんです。はい。さあ、一回戦。こんなところで足踏みはしたくない。さあ、職業全員武闘家が来るんでね。まあ、お供が大目玉とサイコロ。職業相性が発生していません。まあ、HP が1831。低いですね。さあ、というわけでやっていきましょう。主人公を入れることによりね、お供は2体になるわけですけども、この主人公にはね、装備の制限はないんでね、ちょっと主人公に引っ張ってほしいところ。行きましょう。武闘家、出陣。お供を紹介します。大牛地、コングヘッド。初登場ですね、コングヘッド、ここでね。はい。HP がね、1778。職業相性が低い、発生しません。低いですね。さあ、というわけでですね、なんかお互い職業相性が発生してないというね、もはや職業、職業とは何なのかみたいな職業とは何なのかみたいな、そういう戦いがね今から始まります。そう、職業相性は正直言いますとつけない意味はほとんどないですね。はい。 HP がね無条件に300以上上がることもあって、まあ、つけない理由の方が珍しいというか。さあ十字剣当たっていく。220。おお、僕ね、正直言いますと、今までのプレイで、職業相性を発生させなかった感じで挑んだことってないんで、新鮮っすよ、ある意味。さあ、コングヘッド行ってこい。炎の毒よいしょ。あ、火力めっちゃおるじゃん。あ、いい。力高いからね、まあコングヘッドのね。あー、まあでも、ちゃんと当たれば火力は意外と出たね。基本的に、職業を入れるときって、職業相性をまず絶対考えちゃうんで、入れてない。あえてまあ、入れれないんですけど、まあ、武闘家入れようがないんですけど、よいしょー、これっていける？魔法の盾持ってんのか。いやー、でもちょっと、信用に欠けるなー。ちょっと信用に欠けるよな。お、いい感じ。ちょっと待ちます。ここは待ちます。はい。
ちょっとデッドラインわかんねえもんな。だから HP が低いし、ステータスも低いし、みたいな感じですよね。とりあえず魔獣の、2ターン目ちょっとね、待ちますね。魔獣の焚き火して、とりあえずね、このターンに、倒さなくてもいいんで、着実にちょっとラインまで削ります。魔物使いの大会と違うのが、まあ、この前解説したことはあると思うんですけど、主人公を入れた場合、まあ、お供のモンスターの解説は今、もうした通りなんですけど、SP カード、オリコンボの時はね、好きなものを使ってたんですけど、主人公チームはちょっとね、主人公は強すぎてちょっとずるいので、はい。そこに SP 入れたらね、それはもう主人公と SP の力じゃんと。お供何もしてないじゃんってなるんで、まあ、お供をね、輝かせるためにもね、SP カードを縛ってる状態です。さあ、そうだ高くせーの、はーい、あらららら、まあいいんだよ、それでいい。まあ、十分です。ちょっとね、逆に、今からね、僕の言ってるその意味をね、今から画面で説明できるんで、ちょっと、まあ、逆に空気読んだと言うべきでしょう。いきます。すべてのスペシャルカードを、鬼コンボにしました。何をするかって言いますと、合体モンスター召喚というね、まあ、ちょっとした隠れ技があるんですけど、こちらを使います。いくぜーうわ、ウコンボ登場スーコンウルトラスタンせーの吹き飛ばせあやった強っこういうことです。さあ、なんとか1回戦を結構辛くも突破しときやすいんだけどな。ちょっとした疑問がですね、2回戦がちょっと強いんですよ、ここで。不安だ。さあ、2回戦です。2回戦何が鬼門かって言いますと、職業相性が発生すること。そしてね、お化けキノコっていう眠りを吸ってたり、スターキメラがね、避けたりするっていう不安要素が結構発生してます。主人公のレベルを上げたりすれば、もうちょっと攻略が楽になるんですけど、まあ、ちょっと今回はね、まだレベルをほとんど上げていない状態になってるんで、まあ、もし難しかったりとか、上級者のレベルは普通に上げる意義はあると思いますし、そこはちょっとさすがに縛る気はないんで、そこは縛る気ないんで主人公レベル上げで再挑戦は普通にこれからもあり得る話ですね。獣人剣行ってこい。それよし、当たったね。よいしょ。レベルが低いと230しか出ねえな。お化けキノコ怖いね。頭突きか。頭突き誰に行く。大喜利大丈夫それ。え、大丈夫それ。あー、よかったよかったよかった。打撃耐性持ってる大喜利なら硬いね。大喜利にして、アークデーモンと大喜利で悩んでたんですけど、大喜利の方が打撃耐性、まあ、弱い攻撃がほとんどないんですよ。ほとんど全ての攻撃に強いとこあるんで、大喜利って。まあ、そういう意味ではね、使いやすいかなと思ってこっちにしてます。さあ、行ってこい。空高くパワー散歩、お前の次第。よし、お前次第だわ、むしろ。この爆地技がある以上、どうしてもね、大喜利次第なとこあるな。いや、炎なんかお化けキノコに撃って。おっしゃー、強ー、強い強い。え、これね、次のターンあれやっていいね。灼熱の鳥。なんか怖い。ここをちょっとつばぜりいきます。主人公がいるんでつばぜりしましょう。ここはね、つばぜりでまず相手の主人公の動き止めます。この連打力、よし。同じ黄色剣士なら負けんって、さすがに。まあ、たまに負けるんですけど、焼けつく息。まあでも、待って、それはあんまりやってほしくないな。よし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 、でかいでかい。それはでかいでかい。さあ、とりあえずこのターンにね、さっきのように鬼コンボ、ラストアタックをあのスペシャルアタックの、鬼コンボに任せてしまえばいい話なんで、そこまで削ります、まずは。敵も身鏡だし大丈夫だね。で、今、つばぜり合いしたのはですね、痛恨連打でね、やられないためです。まあ、なんでもいいよ。ここ貯めても何でもいいわ。609ならね、さっきのダメージの感覚見るに、確定で行きましょう。いきます、鬼コンボ合体モンスター召喚、いざ鬼コンボ出陣やっぱり出てきました。出る運命ですよSP が恋しかないんで、ね、いきます、痛恨ウルトラスタンプ吹き飛ばせ、よいしょ。もう300弱出たぞ今。あれ、意外とこれってもしかして強い。さあ、2回戦調子でね、さっき言った通りこの準決勝に勝てば決勝何回負けても大丈夫です。はい、だから準決勝勝っておきたいんですけど、準決勝はちょっとした鬼門がまた鬼門があるな。さあ、この3回戦ちょっと怖いのがですね、こいつが獣人剣持ってることなんですよコングヘッドにこの獣人剣が当たってしまうと、
特攻を受けてバカみたいなダメージを受けますそこが不安要素ですね。さあこの準決勝に勝ちたい。本来であれば準決勝の方がさっき言った通り職業相性が発動してないんですよ、この準決勝の相手って。てか聖女の盾持ってんのかよ。その関係上ね、普通の攻略ならいいんですけど、今回の攻略に至ってはな。で、特に大木土が、一か八かの技しか持ってないんで、大木土がヘマやらかすと、削ることすら危ういっていう話になりますね。いやー、ほんで、下手な、こっちの方は HP もね、低いしね、1700しかないのはちょっと不安要素しかないですね。大丈夫かな。おー、いや、220に結構食らってるイメージあんな。十字剣が怖い。あー、魔獣の蹴り。止まらなければって感じですね、魔獣の叫びは。ただ結構浮遊率高いんだ、これも。よし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 。よしよしよし。獣人剣よし、せーの、まあ、とりあえずしっかり当てることが大事だからね。しっかり当てていこう、とりあえず。いやー、大きいし頼む、行ってこい。よいしょ、あー、ポコン。かわいい。この大きい血に左右される感あるな。コングヘッドは、ブリザードマンに炎のノックを打てば、もうだいぶダメするよ。素晴らしい。あ、強い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 、めっちゃ強い。待って、次なんだっけ、マジゴリラだっけ。さあ、ここエル吹雪を打ってくる。まあ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 、ここをさっきと同じ理論です。敵の獣人剣を止めます。敵に獣人剣を1回でも打たれる、試行回数稼がれる方がめんどくさいんで、いじり止めます、ここはね。敵の主人公を行動させないことに意義がある。まあこっちも動けないんだけどね、その分。このスペシャルカードは気にしなくていいです。マジパリアなんで。まあ、今回の攻略では全く刺さらない技。まあ、ここにアーグデーモンを入れると、これに意味ないことになりますね。アーグデーモン入れてたら逆にちょっとマジパリアは危なかったね。パワースタンプ行くか、お前。今度はどうだ、よいしょ、よし、802か。ワンチャン乗った、アースショック、アースショック、くそ、ノック出ちゃったか。アースショックだったらね、確実だったかもしれないね。ノックいける、おい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 、どうすんだこれ、どっち、800いけるっけ、800、ちょっと待って、判断がこの一手重いっすよ。合体モンスター召喚っていうのは、仮に合体モンスター召喚で相手を倒せなかった場合っていうのは、もう自分のチームは全て攻撃した扱いなんですよ。なんでケアが効かない。どっち、いや俺はね、信じるよ信じるよ信じるよ、鬼コンボ君ならやってくれる、任せるわ。800はいけるだろう。ツーコンウルトラスタンプ、いけーいけー、ちょっと待って、なんでだよ、20で耐えてるよ。え、あー、混乱があんの、なんでだよ、耐えてる、待って待って待って、え、待って待って待って、あ、危ない危ない、あー危ない、あ、あー救われた、どっちだ、でもどっちだ、これさ、これさ、これ次俺ら先制取れなかったら負け。いや、まあさすがに、あーやばい、それやばいね、うわーやばいな、これこっち先制取れなかったら、これ先制取れなかったら負けですか。敵の武闘家が先制して獣人剣でさようならバイバイみたいなのやめてよ。おーい、おーい、危ないわよし、鬼コンボをふやふやさせんなって。なんでだよそれはいいんだけどさ、話が前に進まねえんだけど